国に報告した数字といつの間にか変わっているかも。鈴木の彼方。こんにちは、自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は12月の1日に三菱さんの RVR からサービスキャンペーンが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube 君がより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはフロントフェンダーパネル。当然のお話なのですが、普通車の外についている部品はほとんどが金属のパネルです。しかし中にはバンパーのようにプラスチックでできている部分もあります。全部鉄板で車を作ってしまうととんでもなく重たくなってしまうので、軽量化のため必要ない部品はプラスチック製にしているんですね。今回問題のフロントフェンダーパネルも同じようにプラスチックでできています。ところが車を作る時の確認不足だったり、車を使っている間にプラスチックが水を吸ったりで本来のサイズと変わってしまっている部品があるとのこと。そうすると国に届け出している車のサイズとかなり変わってしまい、誤差の範囲を超えてしまうので今回のサービスキャンペーンになっています。改善内容は泥跳ね防止のカバーをフェンダーが大きくならないように対策した部品に交換。さらに一部の車はフェンダーも交換ですね。対象車種は三菱さんの RVR。 2019年8月30日から2022年8月23日までに製造された約1050台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。本当に全く関係ない話ですが、メルティブラッドの木島工場、そのラストアークドライブがとある人に炸裂することを本当に切に願います。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は同じく三菱さんのサービスキャンペーンについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。